デルの4人組です。今回この4人組でピンクラテ TV という YouTube を始めることになりました。イエーイ。緊張したね。緊張したね。YouTube 初めてだから、すごい、テンションも上がってて、語彙力ないね。イヤホンガンガン電光ゲームです。イエーイ。香川県はカワネズミ。香川県はうどんが、カワネズミちゃんはうどんが有名だよ。嘘がうまいよ。カワネズミちゃんは嘘がうまいよ。カワネズミちゃんは嘘がうまいよ。イズミちゃんは歌がうまいよ。ユズミちゃんは歌がうまいよ。イズミちゃんは歌がうまいよ。カワネズミちゃんは嘘がうまいよ。香川県はうどんが有名だよ。スノー自撮り対決です。コンコンコン。終了え、でもまだ可愛いよ。でも可愛い。違うよ。可愛いよ。私ら、まだ可愛い。可愛い。愛してるゲームです。イエーイ。愛してるよゲーム。愛してるよゲーム。愛してるよ。もう一回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 。愛してる。イエーイ。愛してるよ、もう一回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 。もう一回。愛してるよ、もう一回。歌詞乗っ取りゲームです。イエーイ。いつか私歌を歌うのよ。幸せな人にしか歌えない。歌を歌おう。待って、思い出してるから。悲しい言葉が膝を砕いても、倒れても金の鎖を海に投げた。海な、間違えたって。海の声が聞きたくて、風の声に耳すませ。海の声よ。風の音が消えた。全然わかんない。どうしよう。まだわかんない。待って、ごめん。あの、なんだっけ、老人形の館がラララってとかあるの。これ撮ったらみんな弾いちゃうから。そんな歌なの。で、4人でプリを撮っていきたいと思います。イエーイ。では、早速行ってみましょう。楽しい楽しい。3、落ちた。見えないかな。ベストフレンドフォーエバー。楽しかった。楽しかった。楽しかった。NG ワードゲームです。イエーイ。はい、ルールはみんなが口癖で言いそうな言葉を一人三枚ずつ書きます。伏せてシャッフルして1枚選んで頭の上にやります。会話をスタートします。なんかさ、お題決めないとかできない。お題。お題。お題。いちごとスイカってさ、野菜なんだよ。お題決めなくていいな。モモカちゃんさ、テストで0点だったら、え、もうパリピもうアリエなんか嫌い。そう、あー、言った。モモカです。ゆらりです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。じゃがりこ。嬉しくてじゃがりこ。嫉妬してじゃがりこ。失恋してじゃがりこ。喧
こ驚いてじゃがりこ疲れ果ててじゃがりこ寒すぎてじゃがりこ暑すぎてじゃがりこ痛くてじゃがりこ食べながらじゃがりこ告白しながらじゃがりこというわけでお待ちかねの質問コーナー、イエーイ。自分を食べ物に例えると、うどん。なんだろう、自分食べ物。どら焼き。牛乳。何っぽい？じゃがいも。じゃがいもです。丸くて小さいから。丸くて小さい。3人にドッキリをかけようと思って怒らせたら終わりなんですけど。はい。クリモ、クリモ、クリモこっち向いてて。グッズ一旦にあげていい？笑ってなかった？笑ってないよ。あの人、小林っていう人さ、社長なの、ピンクライターの。そうだよ。さっきぶつかってきたの。わざと、絶対わざと。え、いち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 いめっちゃムカつく。え、その子めっちゃダメだよ。そこで控え室から、お茶も過ぎて。やだ。飲み物買ってきて、じゃあ飲み物買ってきて。飲み物、うん、なるっき。はい、今日の企画はですね、原宿の食べ歩きでスベストフレンドフォーエバー。美味しそう。あ、いい匂い、すごい。あ、すごいいい匂い。絶対サクサク食べます。うわ、美味しそう。おお、めっちゃ伸びる。伸びる。おいしい。なんかすごい形になってます。まだ来ないよ、イメカのだけ。うわ、やばい。落ちる落ちる落ちる。こんな感じです。すごい。いただきます。絶対美味しい。それチーズだよね。美味しい。レインボーのチーズ、めっちゃ長い。いただきます。いいから。あ、ポテトの味付けた。頑張れ。あ、なんかよく食べるか分かんないです。すげえ。なんか大きくなったらこれの2倍の長さ作る。頑張ってください。頑張ります。知名度調査をしていきたいなと思います。イエーイ。自分たちのスマホで自撮りして一番向こうまで歩いていきたいと思います。では早速行きましょう。誰か分かりますか？知名度がまだ低いみたいですね。ピンクラテ TV だよ。ピンクラテだよ。ピンクラテだよ。もしこれがね、第2弾できたらどれぐらい知名度が上がったのかとか検証できたらいいと思います。気づいてもらえなかったっていうか、私を知ってる人がいなかったということですね。スノー映画フィルター対決です。対決？ゆらりくんまだかな。あ、来た。ひめかお待たせ。つって何？ねえねえ、愛してるって言って。え、愛してる。本当に？本当に？この前会ってた女の子誰？いや、ただの友達だから。信じられない。もう別れよ。いいよ、俺は姫香を愛してる。じゃあもうあの子に会わないで。やっぱり姫香かわいい。私はゆらりくんが大好きです。もう一回やり直してください。俺もそう思ってた。俺もそう思ってた。これからもよろしくね。Yes, yes, fall in love. Yes, fall in love. お待たせ、栗田くん。待った？ごめんね。来てくれてよかった。急に呼び出してごめんね。はい。どうしたの？入って入ってる。実は、何？言ってよ。いや、ちょっと待って。心の準備が。え、
何何何どうしたの？ずっと好きでした。僕と付き合ってください。私も栗田くんのこと好き。ありがとう。よかった。アリア大好きだよ。栗田くん最後ガミラーで飲んでおります。大丈夫テンション怖い。やだやだ。今から楽屋の紹介をしたいと思います。じゃあ行ってきます。奥でくりももちゃんがメイクしてもらってて、アリアとゆらりが外出で喋ったり食べ物を食べたりしています。いつもこうやって音楽がだいたいかかっています。これは名入りのマイクです。ピッティさんが作ってくれました。作ってありがとう。ありがとう。じゃあ、くりももちゃんの準備が終わったら、いつものセットの場所に撮りに行きたいと思います。どうぞ。この動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。バイバーイ。じゃあ、次は楽屋紹介パート2、行きます。行ってきます。ゴー。じゃあ、最後、まずここは楽屋じゃなくて、いつも撮っている場所です。ここはピンクラテを手をステイルスローをかけるまで映えません。待って超恥ずい。
待ち合わせれるまで帰れません。イエーイ。壁あるじゃん、アルファベット書いてある壁。あー、なんか見たことあるなって思ったどこ、あの、あそこのピンク、時計、あ、え、スタイルなんだの椅子のところか、あの時計でしょ。あー、そこ、え、待って、あ、来た、え、来たかもしれない、見えるよ。一緒にいた男の子誰？レンコン食べた。食べたの誰と？ともきくんじゃない？いいじゃないか。かいっぱいいた。太郎くんっていう彼氏がいるでしょ、あなたには。私はいない。いるでしょ、私も知ってるもんね。ねえ、あなた浮気？気持ち悪くない。いるでしょ、あなた彼氏。もう浮気じゃない。いけないんだ。大丈夫だから大丈夫。ブーブー行こうぜ。絶対ダメ。迷路みたいに迷っちゃうから。ランランしてる場合じゃないよ。ヨーヨー、元気に行こうぜ。絶好だ。ダメだダメだ。大好きだよ。よろしく。クリームシチュー。原宿の1万円を使い切る企画です。基本的に何でも買っていいということです。一口ちょうだい。シェアシェア。メロンもクリームちゃん食べて。シェアいただきます。メロン美味しい。この美味しさはうちには伝えられない。みんなでシェアするのもあり。かき氷のメロン久しぶりに食べた。美味しい。うどんって書いてある T シャツがある。うどんには目がないですよ。こんな感じです。こんな感じです。鼻がピロピロしてる。 100% UV カット。 UV カットです。小学校あるあるです。イエーイ。鬼ごっこしようぜ。いいよ。いやー、バイバイ。バリア貫通するティクシー。ティクシー。バリア貫通するティクシー。無限バリア。ティクシー。ドンクドンドンドン。ユニコーン。ユニコーン。うわー。ティクシー。ティクシー。うわー。何遊んでんだお前ら。違うです。ゾウキンです。仕事遊んでるんだお前ら。仕事です。ごめんなさい。ごめんなさい。いいよ。モカです。ルシヒューガです。アリオス。ピンクラテティッピー。おはようございます。イエーイ。今日は2万人突破記念の高速質問コーナーをやっていきたいと思います。イエーイ。どうぞ。10人の中で一番上のはせーの。姫か。姫か。アリオ。好きな科目は何ですか。受講。体育。体育。数学。生まれ変わったら男の子か女の子かどっちになりたいですか。男の子。生まれ変わったら何になりたいですか。人。あり。ピティさんの今までで一番好きな動画は何ですか。どっち答えるんですか。高速で。読売ランドで。読売ランド。喧嘩したことありますか。ありません。ありません。あるじゃないか。二人はある。明日必ずすること。毎日。ジェスチャーゲームです。イエーイ。はい。したい。飛んでる？天使。ラッコ。正解。オットセイ。イルカじゃない、アシカ。え、なんだろう、イナバウアー。犬。正解。ダビエル。正解。あ、ゾンビ。パス。めっちゃ嬉しい、ユラビ。パス。マイケル・ジャクソン。メンヘラ女子あるある。イエーイ。せーの、どうぞ。
しよう、一人だと死んじゃう。ゆらりに電話しよう。もしもし、ゆらり。もしもし。ねえゆらり、ごめん今忙しいから。じゃあ次はアリア、この服どう思う？うん、まあいいんじゃない。なんでそんなに微妙な反応なの？え、もしかして似合ってない？ブス、どうしようどうしよう。え、本当に？え、どうしよう。あ、お腹痛い。あ、もし大丈夫大丈夫。あ、頭痛い。ね、救急車呼ぼうと。あ、疲れた疲れた。あ、お腹痛い。もう無理。頭も痛いよ。大丈夫？疲れた。大丈夫？大丈夫？あ、やばい、体調悪すぎ。やばい、送迎さん呼ぼうか。この間のドッキリな、司会進出になって思ってたので、ちょっとドッキリを仕掛けたいと思います。急に私が撮影中に不機嫌になったらどんな反応をするのかやってみたいと思います。じゃあまずね、一番お気に入りのやつを、ね、紹介しようと思って。待って、ないかもしれない。ええ言葉で説明。待って、忘れてきた。え、本当に言葉でどんなのかを。待って、本当に忘れてたんだけど。どんなやつ？ね、どういうやつだっけ。ボールペンなんだけど、ピンクのボールペンで、ここにはピンクのボールペンあるんだけど、これじゃないんだよ。連れてきちゃった。まあいいや、紹介します。違うの紹介します。じゃあまずこの蛍光ペンが、よし、忘れてきちゃった。もうやだ、もうやだ。ほんと、ほんと、あれを一番紹介したかったのに。大丈夫？まあいいや、まあやります。もうやだ。ちょっと待って、ピンクを紹介して。え、大丈夫？うん、大丈夫。本当に？え、紹介。え、クリモちゃん、クリモちゃん。何が？知名度調査をしていきたいと思います。せーの、ゴー。はい、取ってもらって。あ、大丈夫です。ありがとうございます。ピンクラテです。来年はなんかもっと頑張りたいとか。2桁いけるようにしたいですか。次回は10回以上を出してないです。そうですね、撮影の裏側紹介密着で、まあ、ゆるい感じなんですね、動画ですね。え、なんかドラマ何系が好き？サスペンスとか。サスペンス？あれ？怖いやつ。え？怖いやつ。怖い。それガチに怖いやつ。警察24時が好き。ドラマじゃん。次は給食の話しようよ。どう？揚げパン。揚げパン好き？え、揚げパン出たことなかった。地域によってね。私、レンコンチップが好き。また渋いね。え、何それ。え、みんなのミドルネーム決めよう。いいよ、いいよ、いいよ。花の名前にしようじゃん。花？フラワーでか。チューリップにしようかな。花田ひめかチューリップ。本当だ、花の名前が吹きの子。こういう吹きの子。サボテン。栗田ももかサボテン。サボテン。バレンタイン告白対決です。イエイ。めっちゃ恥ずかしい。え、すごい恥ずかしくないですかこれ。ひろき、ひめか、ひろきのことめっちゃ大好きなんで、ひめかと付き合ってくれんけ。私ね、ひろきのことめっちゃ好きになっちゃって、だからこれ受け取って。じゃあね。ひろきくん、ギリチョコだから。嘘だよ。新メンバーをお迎えすることになりました。イエーイ。エコです。新中1です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ゆな
なです。新小学6年生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、ね、ヒロキは6人になりました。はい、でこれからね、6人で動画頑張ってあげていくので、これからも頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。かくれんぼです。いつも私たちが撮影している北青山ビルです。じゃあ6回行くわ。ウイカメラです。あ、おっちのさ、奥の方のさ、ごちゃごちゃしたところに行けば。ちょっとドキドキする。じゃあちょっとね、机の下に潜る作戦でいきたいと思います。キティさんがどこ来るかなんですよ。どうしよう、助けて。ここ中に住む。ここ隠れれる。ここ結構いいですよ。ただここ人来たら2人アウト。窮屈です。え、どうしよう、何もない。入れるかな。来ました。見つかるかな。ここに隠れます。2階の人机がたくさん並べてあるところの机と机の間に入り込みました。絶対 PT さん2階から来るから早く見つかる可能性が。PT です。それではみんなを今から捕まえに行きたいと思います。まずエレベーターに乗りたいと思います。私のテレパシーで、そう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 、やっぱね、ゆらりのテレパシーすぐねすぐやったり。仕事は初体験がいっぱいでした。 YouTube、 原宿ロケ、遊園地ロケ、ドッキリ、そして飛行機に初めて乗ったのもピンクラテのお仕事の時でした。たくさんの貴重な経験をさせていただいて感謝の気持ちでいっぱいです。小林社長をはじめ、ヘアメイクさん、カメラマンさん、携わってくださった全てのスタッフの皆様、本当にありがとうございました。そしてピティーズの皆さん、インスタ、ツイッター、TikTok、YouTube にたくさんの応援メッセージありがとうございました。ピティーズのみんなの応援があったからこそここまで頑張ってこれたし、成長できたと思います。これから私は高校生になって、新しい環境で女優という大きな夢に向かってもっと頑張っていきます。だからどうか変わらず応援よろしくお願いします。そして引き続き私と一緒にピンクラテ TV を応援していきましょう。私もこれからピティーズの一員だからね。ピンクラテ TV が
日本中のファンに愛される YouTube 番組になりますように。栗田桃香。栗桃ちゃんは卒業してしまうけど、これからも5人で頑張っていきます。応援よろしくお願いします。お願いします。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。